はい、どうもダルです。さて今回はですね、3代目 JSOULBROTHERS 2024年下半期ドームツアー開催決定ということで、おめでとうございます。パチパチパチなんですけれども、まあね、昨日ですね With Music にね出演なさっていて、まあ、Awakening Light ねパフォーマンスされていました。こちらね見させていただきまして、 With Music の感想はねまた別途ね投稿しようと思っておりますので、そちら皆さんねチェックしていただけたらなというふうに思うんですけれども、まあその後ですね、あの YouTube での生配信でね、会議がねあの YouTube で公開されましたけれども、こちらについてもねまだねちょっとねごめんなさい見れてなくて、そちらについてもまた別途ですね動画をね後日出したいなと思いますので、そちらまたチェックしてください。でですよ、まあ多分その中でですね、発表になったということなんですけれども、3代目 JSOULBROTHERS がですねドームツアーをするよと、2024年の秋からねドームツアー開催するよということで発表がありましたということで、こちらについてねちょっとね、簡単にですけれども情報をね確認していけたらなというふうに思っております。でですね、まだですね3代目 JSOULBROTHERS2024 ドームツアー開催決定というですね、まあ、特報みたいな一報しかなくてですね、タイトルだったりとか、詳しい情報っていうのはあんまりないんですけれども、スケジュールだけ、解禁になっているので、これでね、まあ、早めに告知しているので、何でしょうね、メイトの皆さんですねスケジュール合わせてねということだと思います。もう11月からなんでだいぶ先です。本当に8ヶ月7ヶ月ぐらいだいぶ先なんですけれども、福岡から開幕をいたします。福岡ペイペイドーム11月16日、そして翌日11月17日ということでね、そして次がですねバンテリンドーム名古屋ですね、12月3日、そして東京ドームが次来て12月11日と12月12日で、ラスト京セラドームの12月20日21、22ということで、多分おそらくなんですけれども、多分クリスマスライブも僕はやるんじゃないかなと思ってるので、23もしくは23明けての24、25とかね、クリスマスライブっていうのもある可能性もあるなというふうに僕は思ってるんですが、ですが、まあ、これを見た時に、おや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 と思ったわけなんですね。まあだからかなりね短期間でねズバッて回る、まあでもねこれに関して言うと、JSB ランドもかなり短期間だったような気もするので、まあまあまあ妥当な期間かなと思うんですけれども、あのね、まあ、またねちょっとねこれね言いたいんだけど、3代目 JSOULBROTHERS がねドームツアーをね今年やると、で下半期でしょやるってなると、ああと思ったわけですね。まあランペのドームツアーっていうのは今年もないのかというところでねなるわけなので、まあちょっとねそこはねグッとねショックをこらえてるところであるんですけれども、まあでもね3代目のドームツアーはね本当にまあ唯一、まあ今 LDH の中でドームツアーが回れる、現在ね活動をしているグループで、回れるとなると、まあ3代目なのかなってランペも期待しているところであるんだけれども、まあでもね3代目だよねっていう部分は正直あるので、まあまあまあ妥当かなというふうには個人的には思ってるんですけれども、まあでもねやっぱ昨年の JSB ランドっていうものが本当にねやっぱ評判が良くって、やっぱねあれをね超えてくれるのかっていうのがやっぱね個人的にはちょっとね心配な部分ではあるかな、超えられるかみたいなところがあるので、やっぱね結構ね JSB ランドが盛り上がってたので、あれのね盛り上がりを超えてくれたら本当にね一番理想的な形かなというふうに思うんですけれども、いやまあ3代目さんですよ、まあいろいろね多分ね個人の活動がね上半期っていうのが主体的になって、その中で楽曲とかもね、制作してですね作りだめて下半期にボンとぶつけるような形になるんだけれども、9月10月がね今回ないんですよ。11月から12月って本当にまあ2ヶ月のね、あの本当にラストスパートを3代目がバンってやるって感じなんで、9月10月もしかしたらどっかのグループがドームやるのか、まあ、あとは軍団でねライブやるのかっていうのはちょっと考えられるかなというふうにはね思うんですけれども、皆様ねどういうねお考えでしょうか。まあだから下手したらですよ、下手したらだから直人さんもやるわけでツアーをね、で龍二くんもソロツアーがある、でガンちゃんもソロツアーやる、で多分ね結構ねエリーさんとかもね結構準備してるものがあるっぽいんですよね、なんかね動き的にってなってくると、まあオミくんも今ね結構3代目の楽曲を作ってそうな雰囲気があるってなったら、
これね、山下健二郎君も山フェスとかもやってたし、直樹さんもね、個人の活動とかやられてますから、そうなってくるとそういうまたね個人での活動が集約されたものがドンと3代目でね、表現されるっていうことも全然ありえるのかなというふうに思いますし、なんだったらこのドームツアーではグループとしてのパフォーマンスはもちろんあるけれども3代目としての中でのソロっていうのもあるのかなと個人的にはね思ったりもしてるんで、まあ、どういうねドームツアーになるのかっていうのは本当にね楽しみにしていきたいところではあるかなというふうに思うんだけれどもね。まあでもね、いつまでもね3代目さんがね前線でねドームツアーやるっていうのもどういうって感じじゃ俺の中であるんだよね。ちょっとね、まあね次の世代になんかねバトンを渡すっていうかパスするっていうか、そういうのもねあってもいいのかなと個人的には思うんですけれども、やっぱねまだねこう3代目さんにねこう勝てるグループがいるでしょう中であるのかと言われると、そこもねちょっとまだ疑問が残るので、いやまあね3代目 JSOUL BROTHERS ね、僕もね行こうと思ってますよ、動物はね行こうと思っているので楽しみにしたいなというふうには思っております。まあだから今回ね、まあ、このドームツアーでね新曲とか多分またパッケージアルバムなのか分かんないけれども EP なのか分かんないけれども、何かしらねあのテーマとなるような楽曲とかもね出てくると思いますし、3代目 JSOUL BROTHERS としての2024年のミュージックビデオとかもね、作られるかもしれないと思っているので、そういった作品が出てきたらねより面白くなるんじゃないかなと個人的にはね、思っています。でですね、まあね軽くだけどね昨日のウィズミュージックの話するけれども、いやまあスペシャルバージョンって言うけど、まあちょっとねなんか JSB ランドを思わせるような感じでしたよね。あのオープニングが5人でねダンサーさんでね、あのエリー君のねチキチキアーをね踊ってて、そこからアウェイキニングライトにねつながっていくって感じだったんだけれども、やっぱねもうねもう風格がねちょっとね違いすぎるよね。結構ね若手のねあのアーティストとかもいっぱい出てた、ウィズミュージックだったんだけれども、3代目さんのなんだろうオーラというか、なんだろうねどっしりとして構えている感じっていうのはやっぱ他のアーティストはね一風隠していたなというふうにね個人的にはね思っているので、やっぱ3代目さんってさすがだなというふうにね見てて、個人的にね思いましたね。いやードームツアー楽しみですね。またねいや歴代のねそのなんだろう今年1年か歴代じゃないな今年1年の、ライブ動員数狙えるのかな。でもさすがに今年は無理な気もするな。なんでかっていうとやっぱ去年はスターズだって JSB ランドっていう流れだったんで、まあ今年はねあの多分そこの動員数っていうのは狙ってないけれども、メイトとの時間を作ろうっていうところだと個人的には、ね、思っているので、まあ、メイトの皆さんぜひともね足を運んでみてください。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録高評価コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。Living life, every day, late at night, not okay, all I want.